どこ見てんの？そこ壁だよ。ねえ、気にすまない？すんきない？そんなことない。あ、全然目合わせてくるんだ。一緒に過ごしたら絶対楽しいよ。もう黙ってようかな。あ、やめた方がいいと思うよ、それは。それはやめた方が無視ばっかりじゃん。だ、今度は柄物着ようと思います。うん、ちょ、待って、始まったら始まったら今始まったとこ自爆しないでくれる。よーうるさいよ。いいな、お疲れ様です。お願いしますって先生言ってます。この日、病院スタジオで新種の生物が発見されたのであった。ゆりかごフリーク。この生物たちは歌を歌っていないと息ができないのである。マグロと一緒なのである。マグロってのはちょっと問題があると思いますけどね。病院でこの感じで2人見られたら超怖い。超怖い。ホラーが出てきました。不協和音が怖い。あ、新しい人来た。怖っ。24歳とうんうんですからね。年齢非公開なんで。はい。ええー、たまちゃん真ん中。ちょっと待って。ガチで。いや、たまちゃんこっち。たまちゃんこっち。たまちゃんお酒なんじゃない？何だっけあれ歌ってたの？何？スプラピスプラッタスプラピプー。あそこヘンリーすごい喜んでる。明日になったら。いや、ヘンリーあれ喜んでるね。みんな、よいかみんな、うん、はい、こんにちは。あれれ、みんなの声ちょっと小さいかな。もう一度、こんにちはって言ったら、こんにちはって返しね。急にスイッチ入る。それじゃみんな、こんにちは。こんにちは。はい、よくできました。これ小さいけども絶対にそれやりたかったよね。すいません、タイムじゃけど僕のこと忘れてましたよね、みんな。忘れた、ごめん。忘れてた。ちっ。何がおもろいの？かわいそう。初めて鏡を見る猿の映像でございます。アニマルプラネット。テレッテッテッテレッテガテガテ。皆様こんばんは。こんにちは。こんにちは。本日のアニマルプラネットはこちらのサルサルン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 。クマちゃん、クマちゃん、これ帽子。最近洋服を着ることを覚えたそうです。帽子かぶってみよっか。トレーナーのタマニンディストはクマちゃん、クマちゃん、帽子をかぶることを覚えさせたそうです。違うよ。でもやっぱりクマちゃん、クマちゃん、クマちゃん、それじゃ何も見えない。ちょっと萌え像みたいになってる。でもやっぱりうまくいかない。そんな日々でございます。その動画のタイトルがすげえ気になるわ。いや、オフすぎて、多分。くまちゃん、これだよ。今日も一つ、新しいことを覚えてく、くまなのでした。ちょっと待って、私、終わりしよう。サブちゃんでーす。サブちゃんじゃない、サブちゃんでーす。ジニーちゃんについて3人で話したいと思います。はい、ジニーちゃんの評価について。ジニーさんね、腕相撲強い。あと、すごい訛る時がある。それ高ポイントなんでしょ。あ、楽しいんだなって思う。あの訛りが出た瞬間出たぞって言った時は、楽しいこととかに素直に楽しいとか好きとか感情をはっきりと伝えられることがすごいと思います。あとよく笑うと思う。たまじにちゃんはよく笑ってるよね。クマ、うん、もよく笑ってるしね。確かに俺ぐらいではあんま笑わないって言われる。顔、うん、全然笑わないって怒ってるみたいな。俺が一番楽しいんだよ、みんなの顔ね。キッていう顔してるからね。キッていう顔してるから。
あと、ジンちゃん。ジンちゃんはね、あとね。ジンちゃんのマイナスなところが見つからないよね、あんまり。なんか、あら探してやろうか。あら、最低かも。人のチャンネルでその人のことをあら探しに行くって、お前。最低か。なんだろうな。最低。逆にあらさ、噛んでるのか方言なのかわかんない。ああ、だいぶパチパーンみたいなこと言うじゃん。それが方言なのか噛んでるのかわかんない時ある。うるさいって。うるさいとまで言わないけど、うん、あ、ちょっとわかんない時ある。聞こえてます？ちょっと待ってて。ちょっと髪の毛がサラサラ。あらじゃないですか。あら見つかんねえな、ジェリーちゃん。すごい直毛だよね。直毛。見っけたわ。一つもあらじゃない。何でもないよ、ジェリーちゃん。何でもないよ。だからこう酔っ払うのお酒一滴も飲んでない。誰も飲んでないし、寝不足のせいで酔っ払うのじゃあバイバイ、ありがとうございました。バイバイ。 Thank you so much。 ジェリーの顔緩すぎん。